俺たちのジャパンへ。車を買うときにはたくさん考えると思いますが、一番に考えるのは車を買った後にどうやって使うか、この車に乗ることで自分の生活がどう変化するのか、なんてことを考えて買うのはもちろんではないでしょうか。通勤であったり休日のキャンプがメインだったり、人によって使用目的はそれぞれでしょう。その他にも新車か中古車か、どのメーカーにするのか、何人乗りがいいか、たくさんのことを考えなければいけませんよね。もちろんいつでも目に入るデザインにこだわる人もいるでしょう。今回はフランス人男性が韓国車ヒュンダイに一目惚れします。彼にとって魅惑的な車となったヒュンダイですが、彼はヒュンダイの走行している姿を見て衝撃を受けます。韓国車はリコールが多い、安全性が低いと言われていますが、世界では人気が年々高まっています。彼が見たヒュンダイの姿とは？僕はフランス人のリュカ。友達からはセンスがいいよねって言われてる。自分でもかなりおしゃれに気を使ってるつもりだ。僕が気を使っているのは服だけじゃない。カバン、靴、家具、そしてもちろん車もだ。渋くて素敵なフランス人男性であるためにはもちろん全て気が抜けない。ところが最近僕の使っていた車が故障してね、父さんからプレゼントしてもらったんだけどちょっとぶつけちゃってさ、今新しい車を探しているんだ。フランスでは車はドイツ製、フランス製、アメリカ製、そして日本製。かっこいい洗練されたデザインの車が走っているが、日本車は中古車ばかり。日本製は安全性が高いって言うし、いいんじゃないの？なんて声をよく聞くけど、絶対にそれはない。はっきり言って、もうフランスでは日本車は時代遅れなんだ。それに比べて最近アメリカでは韓国車が流行っているって言うじゃないか。僕は流行には敏感なんだよ。早速韓国車ヒュンダイを調べてみた。おお、とってもクールじゃないか。それになんだこの値段は。韓国車、僕フランス人からしたら輸入車なのにとってもかっこよかったんだよ。黒光りしているフォルムにサイドシルエットの美しさはセクシーで、これが韓国製ってやつなのか。アメリカで流行るわけだ。ボンネットからのスタイルもとってもいい。それに値段だ。フランス製やドイツ製品に比べて圧倒的に安い。これなら他のことにもお金を回せるし、よりかっこいい僕を演出できてしまうな。うん、この高級感でこの安さ、こんなのもう買うしかないだろう。僕は即決してしまう勢いだったが、一回試乗しに行くことにしたよ。どこで乗れるかな。あ、かけるなら知ってるかな、日本人だし。僕はシェアハウスに住んでいるんだけど、そこには外国人も住んでいるんだ。そのうちの一人に日本人かけるがいる。かけるはエンジニアらしいんだけど、日本からフランス支社に出張に来ているそうだ。フランス人はなんでこんなにルーズ。いや、適当なんだ。俺がしっかりしないと仕事が回らないんだ。リュカ、お前はまだしっかりしてる、偉いぞ、なんていうのがかけるの口癖。面倒見がいいんだ。日本人は生真面目だなぁと僕はひっそり思っているが、かけるはそれも踏まえていいやつだ。かける、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。僕はかけるの部屋にノックする。かけるは徹夜明けだったと眠そうにしながら扉を開け部屋に入れてくれた。ね、面倒見が良くていいやつだろ。僕車を買おうと思っているんだ。かける、韓国の車が乗れるところを知らないか。いや、探してみないとわかんないけど。前の車壊したのか。お前運転荒いんだよな。次は気をつけるから問題ないさ。なんたって新車だからね。とってもかっこいい車を見つけたんだよ。早く乗りに行きたい。目を輝かせる僕を横目にかけるは眠そうだった。次の休みの日にでも行くか。なんて車だよ。ありがとうかける、ヒュンダイっていうセクシーな車なんだよ。ヒュンダイ、うん、なんか聞いたことあるな。まあ調べとくわ。
楽しみにしてるよ。眠い時にごめんね。おやすみ。こんなに待ちきれない週末は久しぶりだったね。朝早くカケルを起こして一緒にディーラーに行ったんだ。これがヒュンダイか。実物はもっといいじゃないか。見た目は確かにかっこいいな。本当にこれが欲しいのか。カケルはどこか遠慮がちに僕を見る。ああ当たり前じゃないか。早速乗ってみるよ。カケルも乗ろう。僕は近くにいた店員さんを呼び、早速試乗することにしたんだ。鍵を預かると店員さんは何やら確認してくるからとその場を離れた。いや待て、乗るのはいいが運転はやめとけ。お前またぶつけたらどうすんだ。カケルは僕が乗るのに反対をする。大丈夫だよ、その辺くるっと走ってくるだけさ。心配性だなと僕が笑うけど、カケルは納得していない様子だ。しぶしぶまあ乗ってみればとカケルはうなずき、僕はヒュンダイの扉をドキドキしながら開けた。外見だけじゃない、中身も完璧だ。後ろにも前にも座ってみたが、どこを撮っても素敵すぎる。手の届かないところまで柔らかい素材だし、革製品がしっかりと使われている。そして何より席がゆったりしているんだ。なのにこの細かいディティール、かける、僕やっぱりヒュンダイを買うよ。興奮した僕は窓から顔を出してかけるに叫ぶ。もっと他の車も見たらどうだ。即決するのは良くないんじゃないか。大丈夫だよ、ちょっと運転してくるよ。あ、おい待てよ。カケルが止めるのも聞かずに、僕はさっとエンジンをかけてヒュンダイを走らせる。運転している僕がここまで絵になるなんて、さすが。が、僕が運転したのはほんの一瞬。なぜならカケルじゃなくて店員さんに止められたんだ。なんで？いいじゃないか、試乗しに来たんだよ。お客だぞ。苛立つ僕に店員さんはメンテナンスがまだできてないからというだけ。諦めろよ。ほら他にも車あるだろ、一回乗ってみろよ。なんかもっといい車があるかもしれないぜ。カケルはそう言うけど、僕の心はヒュンダイにもう決まっている。でもこのディーラーを探してきてくれたのはカケルだし、僕は他の車にも乗ることにした。お、これなんてどうだ。フランスではあまり見ないけど日本車だぜ。どこがいいんだ。しかも高いじゃないか。なんだこの値段。カケルが見ている車はどこかヒュンダイに似ている車だった。だがヒュンダイの方がどう見てもかっこいい。やめとくよ。カケルの意見はありがたいけどね、正直日本車は時代遅れって思ってるから。そうか、まあ価値観はそれぞれだけどな。特に怒ることもせず、カケルは他の車を乗ってみろといろいろ試乗を進めてくる。ヒュンダイの時はぶつけるからやめとけなんて言ってたくせに、なんでだろう。僕はいくつかの車に乗ってみて、中にはこれもいいなって思う車もあった。次来るまでにメンテナンス終わらせといてくれ、頼んだよ。だけど帰る頃にはやっぱりヒュンダイをちゃんと運転してみたい、そんな気持ちに戻っていたよ。店員に2週間後もう一度来る予約をして、カケルとシェアハウスに帰った。付き合ってくれてありがとうカケル、今日は僕がご馳走を振る舞うよ。僕は料理も得意なんだ。料理をしている間にカケルが何かパソコンで調べ物をしていた。休みの日まで仕事か、本当に真面目だな。リュカ、ちょっと来い。呼ばれて料理をしている腕を止めると、カケルが何やら動画サイトを開いていた。あれ？これさっき見たヒュンダイじゃないか。なんだ、僕の車のこと調べてくれてたの？優しいなぁと顔がほころんでしまった。だけどカケルはどこか微妙な表情だ。そうだ、だからよくこの動画を見てみろな。そう言ってカケルがスタートさせた動画を見てみる。なんだ、いい感じに走ってるじゃないか。そう思ったのもつかの間、ヒュンダイは横転していきなり燃え上がったんだ。僕は絶句した。なんだこれ、転んだだけでなんでここまで燃え上がる。動画を見ている僕の様子でカケルは大丈夫かと声をかける。これ
嘘じゃないのか。日本車だろ、似てたしさ。違う、これはヒュンダイだよ。いろいろ調べてみたけど結構問題の多い車らしくて、蛍光灯が点灯して走行不能になったり、エンジンに激しい揺れが起こったり、リコールの対象にもなっているらしいんだ。今日試乗できなかったろ。あれも改善されていないからだと思う。僕はさっきカケルが止めるのも聞かずに一瞬走ったことを思い出した。もし店員さんが止めに来なかったら、この映像のようになっていたかもしれない。このフランスの街中でゾッとするよ。でもリコールを改善すれば問題ないんじゃないか。あまりにもかっこいいデザイン、そして安価な値段に僕は諦めきれない。よく考えろ。他の車でもいい車があったろ。デザインがいいとか値段が安くてもこんな風に燃えたら元も子もないだろ。他の車の値段、日本車で言うと安全性にこだわってるからデザインまで回すとすごく高くなるんじゃないか。他の国の車でもな、やっぱり手を抜いて作ってないから今まで人気なんじゃないか。リュカの買い物だし、あんまりうるさく言いたくないけど、俺も連れてっちゃったからな。友達だから言うだけ言っときたくてさ。カケルは少し目を伏せて僕をなだめるようにゆっくりと話す。う、確かに。ああ、そうか。カケルの言う通りだ。現にリコールがかかっている車をカケルが買おうとしていたら、僕は間違いなく止めるだろう。ちょっと考えてみることにするよ。他の車もいいやつがあったしね。そうか、よかった。決まったらまた教えてくれよ。俺も一緒に調べてやるからな。僕の返事にパーッとカケルが明るくなる。うん、やっぱりいいやつだな。どれがいいと思う？お前がこういうデザイン好きだからさ、こっちも悪くないと思うんだけど。どうだ、見てみろよ。早速候補をいくつか見繕ってくれてる。だから今日あんなに他の車にも乗れって勧めていたのか。待って待って、料理を食べて話そう。冷めちゃうよ。結局車は何を買うかまだ決まってはいないけど、とりあえずヒュンダイの試乗しに行く予約はキャンセルしたよ。その代わり違う車の試乗に行くことにしたんだ。ドイツ製、フランス製、もちろん日本車も乗って確かめるつもりだよ。カケルのような真面目な日本人が作っているとなれば、きっと安全性が高くてエレガントな車があれば僕にぴったりだろう。こんなことが起きるなんて怖すぎるでしょ。車って大きな買い物だから、本当にどんな車か機能性だけじゃなくて安全性も確かめて買うべきなのね。いくら所有欲を満たしてくれる素敵な車だからといって乗って事故に遭う可能性があるなんて怖すぎるわ。確かにかっこいいのはわかるけどな、いろんなデザインを比べて中身もこだわって、それはすごいことだけど、いくらなんでもこんなに危ないっていうのはどうかと。車好きにとってスタイリッシュで安い車はすごく魅力的なのは確かだ。これからの韓国車に期待をしたい。ただそれだけだよな。大きな買い物であるからこそしっかり考えて自分の理想の車を購入できればいいですね。世界では確かに韓国車の人気が年々上がっているそうですが、日本ではあまり韓国車を見ることはありません。理由はそもそも韓国車が日本で売っていないからという単純なものです。わざわざ似ている車だけど安全性の低いものを売っても日本では売れないというのが分かりきっているからかもしれませんね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。